チャンネル。糸井嘉男超人伝説。糸井さん、これほんまですか？そんな深掘りですか？いやいや、世に結構糸井伝説っていうのがネット上とかで結構書かれてるみたいで、そもそもこれが本当なのか嘘なのかということも含めて、ちょっと今日は糸井さんに、そのね、ほんまか嘘かも教えていただきたいと思いまして、世に伝わる糸井伝説をちょっといくつかピックアップさせていただきました。まずはこちらです。糸井さんが学生時代、糸井さんを殴ろうとした監督と〇〇をした。青木さん、どうですかこれ、何々をした？いや、僕もこれ知ってます。あ、知ってます。加藤さん、どうですか？高校の時、大学？はい、大学。大学時代、糸井さんを殴ろうとした監督と喧嘩をしたってわけじゃないから。へえ。向こうは怒ってますからね。ハグをしたとか。あ、惜しいですね。こちらです。ハイタッチをした。向こうがおーって来たのにハイタッチしたんです。そうですね、はい、これは本当ですか？これ本当です。前日に格闘技、ボクシングやらなんかそういうイベントがテレビとかであった、次の日はなんか誰か絶対芝居しはるんなんかその気になってるんですか、監督もその気なん、その気なんは分かってたんですよ。お、はい、で、昨日格闘技やったし、はい、ちょっと今日はまずいぞと、で、投げてはノックアウトを食らってしまったんですね。ピッチャーで糸井さんが打ち込まれてしまったと、はい、そして向こうがおりゃーって来たと。まあそういう感じじゃないですけど、はい、ちょっとハイタッチで逃れたみたいな、はい、でもこれは本当と。本当です。はあ、続いていきましょう。糸井伝説その2。いるこれドラフト後の会食で、まあ、記者の方にどうでしたかと聞かれまして、はい、糸井さんが答えました。丸々でした。これ青木さん知ってます？知らないです。まあまあドラフトで、まあ球団と会って、まあそのね、雰囲気どうでしたかとか、どんなお話でしたかと聞いたと思うんですけれど、糸井さんはこう答えたというのが本当かどうか分かんないですけど、何だと思います？ごちそうさまでした。あ、おー、はい、あー、はいはい。タレボさんどうですか？俺はデキレースでした。いやそれはおもろい。いや、逆指名だから。そう、確かに決まってることだから。まあまあ確かに、うん、糸井さんはこう答えたと伝えられています。どうぞ。エビフライでした。いやいや、そこじゃなくてっていう。まあでも青木さんのデキレースおもろいですね。デキレースでした。これ本当なの？これ本当ですか？本当です。これ本当。でも合ってますよね。はい、大体合ってません。会食どうでしたか、どうでしたか、ね、焼肉とか。どう、そうですね、僕らは見えないですから、どんなことだったんですかってことですもんね。エビフライでした。でも合ってますよね。続いていきましょう。糸井伝説その3。英語は話せないが、外国人とは丸々で会話ができるらしい。ジェスチャー、うん、普通に行けば。青木さんどうですか？目で会話できるとかじゃないですか？あ、俺もそれ、はい、糸井さんはこう答えられると伝えられています。どうぞ。 目と目。テレパシー。これ本当ですか、糸井さん？いや、なんか通ずるもんないです。あるやんな。あれ、なんかありますね。言葉じゃなしな。何言ってんか全然わかんないけど。それテレパシーやから。あれがテレパシーってことですね。それテレパシー。いや、ありますよね。あります、ね。絶対ある。今でもある。まあでもね、それは英語堪能じゃなくてもやっぱり同じ野球やってれば。そうなんですよ。はい。はい。伊藤さん結構あれですか、外国人選手とそういうコミュニケーションを取るタイプですか。の方が多いですね。で、結構通じてるっていうか、なんかお互いの意思疎通ができてる。年々テレパシーのレベル上がってますね。だいぶ。これもじゃあ本当ということで。そうですね、はい、年々テレパシーのレベル上がってますね。糸井伝説その4。いるまで。めっちゃありますね。契約更改の際にポケットからハンコを出そうとすると〇〇が出てきた。これなんか見たことあるんですよね、僕。答
これ明日もうまさにね、青柳さんは契約更改望まれますから、使ってでこれこれ持ってってください。これ結構あれですよ、明日使ってって言われてますけど、カルボさんどうですか。なんだろう、はい、糸井伝説現金元気もらう方ですからね、この契約は。こちらでございます、リップクリーム。まあ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 、形とかなんかね、形状も似てて、今もね、糸井さん持ってらっしゃいます。いや、もうこうやって反抗層持って出したら、これリップクリームや。いやいや、もう鉄板ですね。これ本当ですか。本当です。ハンコも持ってらっしゃったんですよね。持ってました、はい、両方持ってて、はい、こう同じ形のがこう入ってて、こっち出したみたいな、はい、たらリップクリームだったっていう、はい。でも、まあ、今度さ、はい、もう俺からの提案でさ、はい、あのもしヒーローインタビューとか、ね、はい、ヒット打った後にどんな球でした、打ったのはどんな球でしたかって言うと、はいはい、野球のボールでしたって言ってもらおうよ。それに近いことはやってますけど。ぜひちょっと来年一発、ちょっと分かりました、はいはい、来シーズン第1号ぐらいのところでかましていただけると嬉しいですけど、白いボール、白いボールでした。ちょっとここから、え、そうです、まあ、チームメイトだからこそ知る青柳さん、そして、まあ、一緒に過ごしたからこそ知る金本さん、ちょっと糸井エピソードが何かあったら教えていただきたいと思うんですが。糸井はね、僕、エンドラン事件覚えとる、吉尾。事件じゃないんだけど、エンドラン、ちょっと点が入れなかった時期があって、はい、試合の10分ぐらい前に、はい、ちょっと吉尾って呼んで、はい、今ちょっとやっぱ足使っていきたいから、ヒットエンドランをちょっと使っていいかと、はい、3番打ってたから、はい、でそういうサイン出すからサインの確認しとけよ、ヒットエンドラン大丈夫か、うん、サイン出してもいいか、大丈夫ですお任せくださいって言うわけですよ。おうおう、試合の10分前に、はい、もう開始直前ですよね、はいはい、で高城コーチ呼んでちょっとサインの確認ちょっとしとけ、はいはい、でもちろんこれヒットエンドランね、これもヒットエンドラン、エンドヒットねってやって、はい、確認作業終わり、はい、万全です。1回裏の攻撃に、うん、ワンアウトランナー1塁、はい、バッター3番糸井、カウント 0-1、今でいうゼロストライクはワンボールゼロストライク、はい、絶好のヒットエンドランの、もうここしかないと、ここしかないと、で矢野を通じて高城さんに送りました、はい、ヒットエンドラン、うん、サイン見ないんですよ。おで高城さんが、うん、糸井糸井と、もうバレバレですよ。いや、もうそれ時点でもうね、もうバレバレですよ、はい、で高城さんが、ヒットエンドラン、うん、あ、すみません、で戻りますよね、うん、で矢野と、矢野どうする、これもうバレバレやろ、うん、じゃあもう一回消そうかつって、うん、まあそれそのゼロワンからはヒットエンドラン消えたわけですよ。一回もその作戦をなしにしました、なしにしました、うん、で、次もボールになったんで、うん、今度はツーボールゼロストライクですよね、はいはいはい、よし行こうって、おう、で高城さんにサイン送った、はい、で高城さんがサイン出そうとしたらまだピッチャーしか 見てないんですよ。糸井さんがサイン見ないんです、確認しないんです、しないんです。試合前あれだけ言ったのに10分前にあれだけ言ったのに、言ったのに寝押ししたので、ああここでもう消されないし、ツーボールだったからピッチャーもここでピッチアウト、ね、外すことしないだろうなっていうので、もう見え目でいいからヒットエンドランもう行こうとかつって、でもう一回高城さんが糸井おいって呼びに行ってヒットエンドランって出してでその時糸井はね、吉尾はね、多分ヒットエンドランだよなっていう感じでランナースタート切りますよね。はいはい、たらランナーがスタート切ったのを見て、あ、やっぱヒットエンドランだという感じでピッチャーゴロポンと打ったんですよ。でゲッツーです。最悪。覚えてる？最悪。覚えてない？覚えてない？最悪なカットで。いや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 、もう流れてます。もう落ちまで最悪ですねこれ。覚えてない？覚えてます。忘れてますよきっと。最悪なカットで。いやいやいや、もう流れてます。